どうもこんにちは、ウォッドフィールドボットです。今日はちょっと面白い展開の試合があったんで、そちらを解説していきたいと思います。状況を説明すると、こっちはたまたまこれね、今2枚ともかなりいいカードを直近で引いたんですが、相手に天国病を入れられて、こっちは石鹸でとりあえず対処してなんとか粘ってるっていう感じですね。で、相手にこっちお守りを買われてまして、太陽のお守りを買われててかなり厳しい状況なんですよね。ステータスだけ見るともうちょっとで倒せそうな感じなんですが、まあちょっと厳しいかなといった感じですね。はい、でここ天国病はかいくぐっていって、でワンドを引くことができるんですが、ここでまさかの風をもらってしまう。これはミラー使わざるを得ないですね。こっち天国病なんで風を発動すると死んでしまうんで、まあここは仕方ないといった感じでしょうか。世界一しょうもないスーパーミラーです。で、相手の海王子もなかなか攻撃しても死なないんですが、ここでまさかの相手うっかりミスですね。これ夢見る帽子、お守り持ちなんですよ相手。こっちのお守りを相手持っているのに、まさかの夢見る帽子をここで使ってしまう。これはかなりでかくて、ただプレイしてるときはその相手にまだお守りがあるとね、ちょっと勘違いうっかりしてて、まあまあまあ、いやもうこれきついなと思いながら、まあまあなんとか削っていくしかないといった感じで、ただここでまさかの激烈疾風拳飛んでくる。これはもうどうしようもないといったところでしょうか。とりあえず最後っぺという感じで、なんかの間違いがあるかもしれないということで、こう天皇しっかり相手の虹のカーテンケアをしながら土星の指輪で引き分けを取りに行くというプレイングをしているんですが、まあ、なんかの間違いをしてるわけですね、お相手様。しっかり先行入れてみたいな、これはもう無理だなみたいな、はい、この動画ボツと思ってたらなぜか相手も昇天してしまうということでですね、お守りを持っている時の夢見る帽子切りには注意しましょうという動画でした。はい、本当に注意してくださいね。これでレート16も18も落としてしまうと本当にもったいないんで、ぜひ皆さんは注意してくださいということで、ゴッドフィールドボットでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。